千金。どうもどうも、青木チャンネルだ。今回もですね、スクラッチでございます。で、はい、今回のスクラッチですね、この大きいやつは、これで今日で最後になります。で、明日からガーマンと違う味で、サボのやつですね、サボのやつが発売されるはずです。で、ちょっとね、そうなんです、本来もともとね、企画してた残り服っていう企画でちょっと買ってるやつも実は1枚だけあって、ちょっとこれもしかしたら9月中になるかな、もしかしたら日曜日系の企画に掘り込んじゃったりするかもしれないんですけど、まあ一応、またまあ9月に入ればまた1週目は別として、2週目からですね、週3投稿に戻っちゃいますので、まあそこはちょっとね、寂しいというふうに、思っていただける意見の方もいらっしゃるのかいないのかわかりませんが、まあちょっとね、毎日投稿は終わります、とりあえず。で、あとまあ残りですね、ほんと数日しかないので、まあその中でちょっと当てていきたいなとは思っているんですけど、こればっかりはもう本当にわからないんですけど、ただやっぱり買わないと当たる可能性を変えないというところでですね、皆さんぜひですね、買えとは言いません。買ってみたいな、削ってみたいなってなったら、ぜひですね、買ってみてください。では早速今日もやっていきたいと思います。はい、行きましょう。じゃあ1枚目でございます。そう、いきなりもう今日はね、のっけから言ってますよ。もうつけてる、そうつけてる、つけてるじゃないな、出してるだな、青色じゃないな、武装色出してる。はい、なぜかというと昨日からの、撮影のまた久しぶりにやってる撮りだめです。はい、ということで行きましょう。最後なんですけどね、これで気合い、大きいの出たら嬉しいんですよね、めちゃくちゃ嬉しい。今のところ600円、全部600円しか出てないんで、まあこの辺でね、夢あればいいかなと思っております。じゃあ行きましょう。1枚目、いくいくいく、はい、出ない出ない出ない、1つ誰が、どったりがよ、ダメじゃん、ダメじゃん。あ、どうなんですかね、これ実際1等ね、まあ僕らからするとなんですか、削ってる身からすると、いや、ないんじゃないかとか、みずほ銀行抜いてんじゃねえかとかいっぱい思っちゃったりするんですけど、どうなんですかね、そこはもう本当わかりませんが、まあやっぱりね、あるものありますよって言われてる中、夢としてね、やっぱり掴めなかったらないんじゃねえかって思っちゃいますけど、僕はね、実在すると思ってます。はい、ワンピースは実在すると思います。だから頑張ります。いきます、2枚目。もうワンピースはね、実在すると思うんですよ、多分、多分ですけど、そのまま出さなきゃわかんないんでね。あ、じゃあどこにあるのって言ったらわかりませんが、まあまあそういうもんですね、世の中としては。はい、一つしか出てない、いきます、2つ。ああ、つらい、ゲッツ。はい、おしまい。ダメだわ、出ねえわ、出ねえ、出ねえ、出ねえ。はい、3枚目ですね、3枚目いきます。おお、そう、最近マジ出るな、ここ。もう一気に出して、3つぐらい出しておいて、ほんと安心するからって思いますよ、これ。このシールでもね、それで言うとすごい面白い、マジで面白い、面白いですよ、これ。まあまあまあ、実際出へんから悔しいですけどね。じゃあいきましょう。うわー、こい、ちげえ、もう一個、もう一個。いきます、
かね、あのルフィの、ルフィと一緒です。エース死んで子供の死なのと一緒です。はい、行きましょう。4枚目でございます。行きます。おおお、1枚ここかな。行きます。お、2枚あー、まあ出るかなと思ってんけどな。悔しいな。よいしょ、ゲンズありがとうございます。ゲンズでの300円。まあ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 、このペースぐらいがいいな。4枚後ぐらいで出るのが安心だな。そう、4、そうですね、6、9ぐらいがいいですね。4、6、9で出たら嬉しいです。はい、行きましょう。5枚目です。これね、そう、意外とね、掴みやすいんですけど、めくりにくいんですよ。めくり、取りにくいんですよ。こういう動作がしにくい。はい、じゃあ行きましょう。5枚目。あれ、なんか削れねえよ。はい。なあ、今度ね。あ、なんか今度ね。おい。おい。もう一つ目。やべえよ。いきます。ダメだ。もうそうなんですけど、やっぱりね、本当にいろいろ考えますよ、最近。まあ、当たってないのに何言ってんだよってなるんですけど、当たれば、マジでその一等出した動画とか、投稿するのかなって、たまに考えるんですけど、僕は出します。絶対出します。多分ね、僕、この動画で見てる方が、この、例えばこの顔を、世間で探そうと多分ね、難しいと思うんですよ。で、僕多分ね、普段はほとんどわからないと思う。撮影してるのと服装とか違うの、絶対わかんないと思うんですよね。はい。だからわかんないけど出しますよ。はい、じゃあ行きましょう。6枚目ですね。行きます。マジで出るよな、ここ。2つ。はい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 。行きます。いや、ほんまは泣きたい。気持ち的には泣きたい。ゲームマジ。そう、もうあのね、悲しくというか、もうね、あれですよ、こんな聞きずって出ないと、もうマジでボケも出てこねえよ。出てこねえよ、本当に。はい、行きましょう。名前目も、これ何枚目ですか。7枚目ですね。はい、じゃあ行きます。まあでも、サマーソニック行って何が良かったですかってなると、まあ音楽好きな方だと分かんないかもしれない。好きじゃない方、僕もこんなむちゃくちゃ好きじゃないです。あれ、僕はあれ良かったです。ジェニーハイが一番良かったですね。なんかガイタレさんはまあまあいいのは安定感あるんですけど、ジェニーハイなんかめっちゃ良かったです。はい、1つ。ジェニーハイ、もしよかったら調べていただければ、なんとか、こんな人たちなんだみたいなね、知ってる方の、僕は知らなかっただけなのかもしれないですけど。はい、じゃあ行きましょう。来い。お、いいね。来い。お腹いた時の声です。うんこだな。よし、ゲーム2。やべえ、今日トゥフフしか言ってねえよ。そうそう、昔ね、歌舞伎さん、今もね、まあ、僕の YouTube チャンネル的には生きてるんで、歌舞伎さんの真似をずっとしてたら、気がついたらなんかね、染みついちゃった。トゥフフって言っちゃうみたいな感じあるんですね。はい、はい、行きましょう。8枚目、行きます。
あーやばいな、これやばいね、これやばいね、これやばいね。一つ行きます。意味、あ、ちょっと今の意味なかった。いないです。コンコン釘を刺す、ゲームス。おいよ、マジで。あと2枚だぜ。あと2枚しかねえぜ。こうやって外れてるよね。外れてるよね。つらきつ、むず。つらきつ、むずですよ。そろそろ出そうか。出したいんだ、マジで。いきましょう。9枚目。なあ、恥ずかしい。出ねえ。おいおい、マジかよ。二つ行きます。お三つ、まだわからん。四つ、はい、三つ、ありがとうございます。ちょっと疲れた、今のマジ疲れた。無心つけ疲れちゃった。はい、とりあえず300円ですね。これで600円目でございます。ゲーム数はないな、これで。はい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 、そう、ダブル抽選はないっていうことなので、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。最後だぜ、最後だぜ、マジ最後だぜ。頑張らな、ダメだな、俺も出してやるや、してやるや、出してやるや。最後いきます。しゃあ、グー、10枚目、幸先悪い。一つ、うわー悔しい、やばいやばい。二つ、わからん、二つ出るかもしれん。いきます。でも、それでもない。悲しいだ、ゲームズ。こっちもっすか。うわー、動画のキレ悪い。